はい、さあ行きましょう。調べてまいりました。はい、ついに初めて FF8 のあの攻略サイトをね、攻略サイト様を確認させていただいて、まあ、いくつか見たんですけど、やはりオメガウェポンは FF8 最強の敵と最強のボスキャラみたいですね。はい、で倒さなくても多分クリアできる。で倒さないっていう選択肢もあるんですけど、もうやっぱ一矢こう人刃入れたいというかので、ちょっとまあもうちょっと頑張ってみようかなということで、で一応勝ち方として、まあ、大体悪くはなかったみたいなんですよね、戦略としては。ただ英雄の薬を僕使ってたんですけど、まあ優しい方法として英雄の薬のなんか上位版みたいな聖戦の薬っていうのがあるらしいんですよ。それがパーティー全員を無敵にする薬なんです。でそれを取るためにはギルガメッシュのカードからカード変化をさせるっていうことみたいなんですよね。ここまで調べた。で、まだで、ギルガメッシュのカードを手に入れないといけない。で、ギルガメッシュのカード誰が持っとんのって言うと、 CC 団のやつが持っとる。 CC 団のキングを倒さないとダメって書いてあって、で、CC 団のキングを倒しに行きたいっていうのが一つ。あともう一個、連続剣、スコールの連続剣の、最強技みたいなのがライオンハート、あの一番もう一個上のレベルの最強の武器じゃないと出ないみたいなんですよ。でそれがかなり強いから、それを出さないといけないっていう、ダメージ効率のために。この2点で、この2点をもうやろうと思います。やってみようと思います。でそれやった上でも無理やったらもう諦めようと思うんですが、そこをやってみたいので、ちょっとまず CC 弾を探しに行かないといけないんですけど、飛空艇がどっかに置いてあるらしいんですよ。でそれをチョコボで取りに行くって書かれてて、ちょっとよくわからないんですけど、ちょい待ち、地図、空艇が砂漠に置かれてるらしいんですよ。砂漠ってあっちやんな、あそこやな、あそこに1個門がありますね。あそこに繋がるところに出ればいいのか。チョコボに乗ってって書いてあったんですけど、あうわ見にくいな。っていうかチョコボに乗ったことがないんだが、チョコボをまず探さないといけないのか。チョコボ、もしかしたら黒チョコボみたいなやつがおるのかな、空を飛べるみたいな。これ森やから この辺チョコボいそうやね。チョコボはどうやって、もうマップがくそ見にくい、地獄やこれほんま。うわもう地獄っすねこれマップが。いや厳しいね、わからん。チョコボの森みたいなのを探すんやろうな。いや森あるからこれここでしょ、ここのどっかやわ。いやこの森怪しいなと思ってたんですよ、この辺のモコモコしたとこ。気持ち悪い、そうマップこれ酔うわ、気持ち悪い。ゲレそう、FF8 のマップ作った人ほんまね文句言いたい。あこれか、およ、もうこの森を見つけたんだね。おいら3年かかってるのに、ここは今チョコボ聖域商売抜きだよ。チョコボの聖域、わあチョコボ乗れる、あざす。で空飛ぶのか、降りる方向機で駆け回る視点切り替え、あそうそうそう、いやもうちょっと見にくいなもう。
ったのに。ノリノリですけど。あーすげえすげえ、おーおーおお、びっくりした、降りれた。え、どういうこと。あーなるほど、進んでいってる、進んでいってる。列海洋や、出た出た出た、めっちゃ歩ける、めっちゃ歩ける、すげえすげえすげえ、うわすげえこれ。ほうほうほう、でよかる、ちょっと待って、これめっちゃいけるな。空手は砂漠って言ってたな、砂漠って書いてあったんですよね。場所は分かってる、ここからで言うと南西、ほんまに飛行機あんのかな。ありました、ありました。どっから上がればいい。サボテンの島。これ上がれるかな。上がれる、上がれる。いやいや、そうや、ここや。ちょうど上がりにくいところですよ。ね、バラムガーデンでも行こうとするところやから、あ、こうか、おお、行った行った行った、これで、そっか、あれバラムガーデン細すぎて無理やったんや。なるほど、チョコボやったらいけるってことか。いやー来た、これへんかったっすもんね、ここ。よっしゃー来た、はいはい。でまずこれで乗ることができて、でもちょっと待ってくださいよ、でもこれバラムガーデンないよね。バラムガーデン実はないんだろう。で武器改造もできるんだ、そもそもが。それがちょっと不安なんですけど。あ、こいつ CC 弾ちゃん、
ジョーカー、ああおるやん。あ、なるほど、ここに移転してきてんねや。なんか大変なことになっちまったな。魅力ながら協力する、欲しいものがあったら犬を言ってくれ。バナナもやる、おやつのジャンクやの。ああよし、カード勝負も OK。 CC 弾の1人、 CC 弾のキングを倒さないといけないんですよ。おるんかな、それとも CC 弾全員倒していったら CC 弾が出てきよんのかな。ちょっと船内見てみる。ジャンク屋の真似事をしてくれるっていうことは武器は鍛えられるはずで、メンツは全く誰もいないですね。セーブポイント、え、あいつジョーカーでありキングなのかな、かもな。戦ってみよ、見ましょうか。 FH のルール入れない、入れない、入れないっす。オープン、ランダムハンド、セームプラス、フル。厳しいルールやな、めちゃくちゃきついな。やるしかないのか、それ以外でルールを変える方法がないっすもんね。ランダムハンドはきついんだって。だからいや、まあでも逆に いくか。セームプラス、ランダムハンド、フル、まあ、フル、まあ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 、イデアのとこで散々やったやつですけど、一回勝てばいいんかな、とりあえず。これで終わり？ジャンク屋、これはやってくれるけどもね。やっぱりバランガーデン行かなきついんじゃないか。もう CC 弾とはもう戦えないんですかね、イベント的に。かもしれんな。船内あいつだけがなぜかおるんですよね。これはちょっと調べてみますね。ちょっと調べてみましょう。 CC 弾、 CC 弾、スマホで調べてみる。 CC 弾、
CC 団、キング、CC ジョーカーの場所、CC 団イベント。キングはハートに勝った後、門脇先生からキングの情報を聞き、ちょっと待って、これキングとも出会えないんじゃない？その順番に勝っていかないといけないっぽいんですよね。そういうことか。 CC 団と戦えてないとこれ無理なのかな。CC 団と戦えなくなるって書いてる。ルナティックパンドラ突入になると CC 団と戦えなくなるので、それまでにクリアしておきましょう。そうなんや。じゃあそこはしょうがないな。うわ、欲しかったですけどね。じゃあ次はライオンハートのオンハートの素材、これいきましょう。次はね、竜の牙かける4。竜の牙はアルケオダイノスを倒す。ほう、そうですか。レベルを上げてアルケオダイノスを倒す。バラムガーデン周辺の森が訓練施設に出現するアルケオダイノスからドロップ。はい、難しいですね。ちょっと待ってくださいよ。次、波動弾はエネルギー結晶体1個から弾薬生成、 FH のイベントで入手、レーザーキャノン1個から弾薬生成、高出力発生装置1個から弾薬生成。ちょっと見てみる？レーザーキャノンなんて持ってた？持ってるな。弾薬生成、これで足りた。はい、で次、竜の牙がアルケオダイノス、グレンデル、どれが一番いいんやろ。ドラゴンイゾルデ、メルトドラゴン、どれが一番やりやすいんやろね。最速の優勝法、レベル上げてアルケオダイノスを倒す。なんかどれが最高に効率いいっていうのは書いてないっすね。素材の入手方法が分かりにくいんですよね。これなかなかこう調べないと本当に厳しいっすよね。この入手法っていうのは。ドラゴンイゾルデって言われても、どこにイゾルデ？セントラ発掘現場のところで、アルケオダイノスはバラムの訓練場でも出ると、
エルノーイルをカードゲームで取るっていうのは結構現実、それは違うか、それは関係ないな。どこ行くのが一番いいやろ。ちょっと今調べてます、ごめんなさい。セントラ発掘現場、それはもう無理。ラグナ編って書いてる。ガルバディア軍ミサイル基地、ドラゴンイゾルデ、メルトドラゴン、アルケオダイノスやったら出てきてたから城で出てきてたんですよ。場所っていうのがあったらいいんですけどね。もうちょっと調べていいですか。ブンドルとかでも取りやすかったらいいんやけどね。あたりですかね、ビッケ雪原、ホークウィンド平原、あ、もうここも来るな。よし、ちょっとここじゃあ、戦ってみましょうか。で、ブンドルはダメっていうことでしたね。ブンドラないよ。ドラゴンイゾルデ、これドラゴンイゾルデ違うやん。ドラゴンイゾルデどんな見た目かもちょっと確認しとこう。ドラゴンイゾルデ、あ、こんなやつか。このでもドラゴンイゾルデのカードはミルの牙は作れないので、雪原の方がいい。森の中とこことちょっと違いそうですね、敵が。ここまで来たら取りたいな。出てきてくれへん。こんなん、これ普通に初見で何にも調べず
やったらまず取れんな。カード変化がせめてあればねいいんですけど、一気変異に行ってみるか。もう出てこないですね。ビッケ雪原、ビッケ雪原って言われてもそこのことかな。ヴィンター島、ここはソルバールド雪原。微妙に地方地方があるんですね。すごいね。ここはあ、ビッケ雪原、はい、ここがまあ一番最初に出て書かれてるところですね。さあ来い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 、来てくれ来てくれ。あー来ちゃった、違う人来た。あなたのカードが欲しいですよ、我々は。あなたのカードが欲しいんです。マジ出てこへんやん。いやー出てこへんわ。ちょっとこれ諦めモードか。いやー出てきてくれへん。で歩けよ台のスマッチの方がいいのかな。あかん、ダメっすね。あと3回エンカウントして出なかったらもう諦めて城で歩けよ台のス行きますわ。じゃあ森も、ここまで確率低いと多分厳しいと思います。違うもんね、こいつも違う。ゴージュシールです。ラスト、出てくれたりないね。おお、なるほどなるほど、へえ、よし。ここはアルケオダイナスが出てくれてたと思うから、ちょっとうろついてみる。時間かかるなこれ。いやこれえぐい時間かかるかもしれないです。しかもまあもう CC だのイベントが終わってる以上、ちょっとお初めて見た感じです。これちょっとどうしよう。ちょっと諦めモードになってきている私。ダメだ、出てきてくれない。何これ、
いやちょっと待ってくださいよ。ドラゴンイゾルデを探したいっすね。なんで出てくれへんのやろ。トラビアビッケ卒言でなんかレベルが関係してるっぽいな。マジか。いや僕も動画でやんのほんまに申し訳ないので、ちょっとやってきていいですかね。胃が痛くなってきました。トラビア書いてるから、まあ、トラビア行くわ。もしくは違うやつ探そうか。ドラゴンイゾルで出ないとかで検索してはる人がいる。ほんまに出ないんすね。強いって書いてるな。トラビアに出るとされるが出現率はかなり低い。トラビアでの出現エリアはトラビアホークウィング平原、ビッキ平原、トラビアクレーターのそれぞれの森、もしくは森なんや、もしくはトラビアビンター島の山麓の4カ所。ただしホークウィング平原とトラビアクレーターは雪原の森にのみ出現する。ここでの他の出現モンスターはバイトバグ、ゲイラ、そしてゴーズシール。よし、オッケー。低いけどやっぱり出るんや。森ですね。なにこれ。おい、なにこれ。なに今の。ピラミッド。なんや今の。GF かな、新手の。なんやってんあれ。森、ここでいいか。雪原。頑張るしかないね。これゴージュシールですね。なんか願っても願ってもゴージュシールばっかり出てくるって書いてるんですよ。やっぱりゴージュシールはまだ出やすいんやね多分。大抵の場合竜の牙はレベル20体のアルケオダイノスから陶器のかけらはカード変化かグレンデルから調達した方が早い。出た、倒して出た。それに倒してドロップすればいいんですよね。セルフィーが回復させちゃってますけど、まあまあ強いな。来い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 。竜の皮、竜の皮あったな。竜の皮ゼル。ちょっと待って、これレベルが重要なんじゃないの。これ竜の皮落ちてるけど大丈夫。陶器のかけらを盗めて竜の牙と竜の皮を落とす。こいつからしか手に入らないからすごく大変って書いてある。ほとんどそうなんや。いやこれなかなか偶然に手に入れるっていうのはもうほぼ無理かもね。これ
この出現率の低さと、この森にしかいないというこの条件と、しかもまあ落とさないですからね、全然。まあ一回倒して竜の皮ドッグ。陶器のかけらが盗めるってあったけど、でも多分ブンドルをやったらドロップしなくなる可能性があるので、先ほど書かれていたことによるとちょっと気をつけないとダメですね。いやきっつ、マジきついな。いやもうひたすらこれはでもやるしかない。一応一回は出たから、はい、ちょっともう動画でやるのはもう忍びないので、私一人でここからちょっと頑張りますので、竜の牙が手に入った段階でまあ動画撮影を再開しようかなと思います。ただ倒せるとは期待しないでくださいね。もうちょっとちゃんとその戦い方とかも調べようとは思うんですが、まああくまでもちょっと何やったっけ、その英雄の薬の強い版を取ってっていう戦略を考えていたので、そこまで見てたんですけど、それ以上のことがちょっと想定できていないので、あ森で止まった。まあやっぱりきついみたいなんですよね。そのテラブレイクでしたっけ、あれを、あれ自体はそもそもやっぱプロセスで軽減できるのはそうやったみたいなんですけど、ランダムなんで、こう技の入り方が、だからどうやったって人が死ぬ場合があるっていう、2人とかに集中しちゃうと一番ヤバくてっていうことみたいなんですよ。であとは防御のスキルアビリティを持ってると防御できると。ただタイミングをちゃんと測らないといけないということで、まあ、当然防御してたら他の行動できないんで、まあ、基本は9999保ちつつ、プロテスをちゃんと保ちつつ、もう耐え切る、そしてすぐ回復するっていうこと以外はもうないのかなっていう、あまあ、逆に言ったらもうそこまでにもう英雄の薬スコールであの作戦で一気に倒しきる、そのためにそのライオンハートが欲しいんですけど、出ねえ、マジかこれ出ないですね。いやめちゃくちゃ定格や。オッケーオッケー、わかりました。じゃあちょっとやっときます。もう何時間かかったかはまたご説明したいと思います。では次回お楽しみに。